ある日のシカブ。よし、やるぞ。はい、どうもシカブチャンネルです。アベラベルケパソ。数日前。マイチューブ？そうそう、シカブの活動の一環として部活の様子を配信してみたら、何よりバズったら部費も増えるかも。部費？メソロエスプリカトド。とはいえ、シカブの配信なんかに来る人間がいるのか不安だけど。なんかいっぱい来た！それではまず、私たちシカブのシカを紹介しようと思います。ニョコタンです。なんだかさっきから角が痒くって。いや、タイミング！ブヌスミヌートズマスター。シカノコさん、隣に座ってくれる？あよー、ニョコラセ。角、伸びてる。Sospechoso, ¿no les parece? とにかく今は配信に集中。それでは実際に鹿せんべいをあげてみたいと思い。ふわっぱふわたる。にゃ、何言ってんの？うわ、あったかい鹿せんべい食べたいな。いただきます。うわー、se está volviendo salvaje。これもう配信事故じゃん。このままだと部費はおろか、私の優等生ライフも終わる。奈良公園の鹿は1年に1回人間が角を切るらしいですね。それだ！ほら、水面狙ってよ。とっちゃーん！こしたん？え？しーあー！くぺよくぺよ！配信中に落ちるとはね。後日動画はバズって部費もちょっと増えた。